杉村祖人館杉村祖人館昭和20年10月3日は新聞記者、追筆家、廃人である。本名は杉村幸太郎。別語は縦横、キー中央星、四角八面星、涙ぼれなど多数。1872年8月28日、和歌山県和歌山市にて出生。父は旧和歌山藩市の杉村翔太郎。 3歳の時、父と死別。以来、母の手で育てられる。16歳で、旧西和歌山中学校を中退し、放送会入りを目指して上京。イギリス法律学校法の法律家で学び卒業。アメリカ人教師インストレイクが主催する国民英学会に入学し、1890年卒業。彼の英語に関する素養は、ここで培われたと思われる。 1891年、19歳にして、和歌山新法主筆に就任するが、翌1892年再び上京し、自由人学校に入学。その後、本願自文学寮の英語教師を務めながら、反省雑誌の執筆に携わるが、寄宿寮改革に関する見解の相違から、1897年、教職を捨て3度上京。在日アメリカ公使館の通訳を経て、 1903年に池部三山の招きにより東京朝日新聞に入社した。入社当初の祖人官は主に外伝の翻訳を担当していた。1904年8月、レフトルストイが日露戦争に反対してロンドンタイムズに寄稿した日露戦争論を全訳して掲載。戦争後、特派員としてイギリスに赴く。滞在先での出来事を綴った。 大英勇気を新聞史上に連載、軽妙な筆致で一躍有名になった。彼はその後も数欧米へ特派されている。祖人官は帰国後、外遊中に見分した諸外国の新聞制度を取り入れ、1911年6月1日、作品部を創設した。これは日本の新聞業界では初めてのことである。また1924年には記事審査部を やはり日本で初めて創設した縮刷版の作成を発案したのも彼である。これらの施策は本来膨大な資料の効率的な整理、保管により執筆、編集の煩雑さを軽減するために実施されたものであるが、後に縮刷版や記事データベースが一般にも提供されるようになり、学術資料としての新聞の利便性を著しく高から占める結果となった。 その他、日刊朝日グラフを創刊したりするなど、紙面の充実や新事業の開拓にも努めた。祖人館は、制度改革のみならず、情報媒体としての新聞の研究にも関心を寄せており、名著、最近新聞史学や新聞の話を世に送り出した。外遊中に広めた知見を活かしたこれらの著作により、彼は日本における新聞学に宣伝をつけた。 1910年に中央大学に新聞研究科が設置されたが、それは同工学院素人館らの発案によるものである。同研究科においては、自らも講師を務める。その際の講義案を下敷きに表された書物が、最近新聞史学である。世界新聞大会の日本代表に選ばれたこともある。緑南作力地公園の杉村素人館。 彦藩ハン者社の依頼により、河村生山が作成した統制の石踏みである。関東大震災後、それまで今日構えていた東京、大森を離れ、かねてより別荘として購入していた千葉県阿鼻子町の邸宅に移り住み、屋敷を白馬城と家屋を小田ガと称した。この地を舞台に、名エッセー集、銀など多くの作品を表した。 星新一や福原林太郎など、素人間のエッセイに影響を受けた作家や知識人は少なくない。また、俳句結社、古藩銀社を組織して、地元の俳人の育成に努めたり、アビコゴルフクラブの創立に尽力し、朝日グラフ市場で手賀沼を広く紹介するなど、別荘地としてのアビコの発展に大いに貢献した。1945年10月3日、死去。 八柱霊園に埋葬された。1951年、蘇人館の指導下にあった、古藩銀社の有志により、邸宅跡地に区比が混流されている。陶芸家、河村青山が製作した陶製の石踏みで、筑波県ゆふゆばれの好いなる空にと刻まれている。蘇人館の名は、幸運に関する逸話から取られたものである。式の幸運本義によると、関与に入場した幸運が、 真の王宮を焼き尽くしたことを、ある者が預けて、次のように語ったという。杉村は、アメリカ公使館に勤めていた時、自分には、シルクハットが似合っていないと考え、シルクハット置き場に、素人館という目印をつけ、それを筆明にも使うようになった。杉村の書斎の机と椅子。ありがとうございます。